はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日は3月31日の日曜日でございます。今日はですね、なんと東京ディズニーシーのショーアウトオブシャドーランドが最終日でございます。いやー残念ですね。シャドーラン大好きだったんですけれども、残念ながら今日でね終わってしまうということで、本日はそのねシャドーランドの東京ディズニーシーの状態のですね動画を皆様にお見せしたいと思います。全部やんないといけない。すごいね。ドラマとか10時間ぐらいやるから。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今日でね残念ながらねアウトオブシャドーランドが終わりでございます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。寂しいですね。もう明日からですねあそこのシャドーランド見ることができませんのでとても残念ですけれども、いやでもねすごい盛り上がりだったみたいですね。あのねやってる最中ね中からねもう歓声がめちゃくちゃ聞こえてきたらしいですよ。なのですごいねあの歓声があったらしいですね。であとね最終公演もですねラインカットがオープンして15分ぐらいでねラインカットしちゃったようですね。なのでそのぐらいねやっぱ最終日、ね、かなりね痛んじですね。で年パス持ちなんですけれどもやっぱり除外日ですので、わざわざねワンデーパスポート買ってきたっていう方もねかなりいらっしゃったようでございます。でね嫁さんのね何がいいかってねなんと抽選が当たったということで、いやめちゃくちゃ羨ましいですね。でもねあの最終日のね、抽選チケットをこれでねあのゲットできましたのでレアだなと思います。もうね宝物にしたいと思いますので、はい
はい、ということで本日はこれで終わりにしたいと思います。お次のねソングオブミラージュもとっても楽しみですのでね、またそれも楽しみに待ってたいと思います。はい、それでは今日はこれで終わりにしましょう。明日ですね佐賀帰りまして、またディズニーいっぱいインパしますので動画どんどん投稿したいと思います。まあ、ちょっとね昨日とか一昨日のはね、まあ、ため撮りしたやつをね投稿しちゃってるんですけれども、そこはねやっぱ佐賀いますのですいませんけれども、ちょっとね今日の動画もね、あの嫁さんが撮った動画になってしまいますけれども、明日は帰りますのでね、また明後日ぐらいからディズニーインパしまくって皆様に最新情報をお届けしますので、お楽しみに待っててください。それでは終わりにしましょう。ジョマジュでした。バイバイ。